はい、ちゃこです。京橋の京屋さんに行ってきたいと思います。初めて来店するんですけれども、楽しみです。じゃあ行ってきます。京屋飯店さんに、入ってきました。まずは私の好きなトマトチューハイから。お疲れ様です。乾杯。レモンが入ってます。お、結構濃いめのトマトチューハイ。きゅうりの浅漬け150円です。ちょっとだけお醤油をつけていただきます。ロールインカー、ロールインカーを持ってる。お次に、鮭のハラス焼きを注文しました。いただいてまいります。いただきます。すごい脂が乗ってる。うまい。塩加減もちょうどよくて、脂が乗ってる。トマトチューハイになります。ご飯欲しい。柔らかい。今日ね、2軒目なんですけど、結構このトマトチューハイが濃いんですよ。結構お腹空いてます。今日はさっぱり系で。はい、トマトチューハイ2杯目です。ね、結構濃いんでちょっと薄めにしてもらいました。マグロのユッケ350円です。ちょっとね、早く食べたすぎて黄身を割ってしまいました。いただきます。うまっ。玉ねぎも一緒にいただきたいと思います。今日は京屋本店に行ってまいりました。ね、トマトチューハイがね、かなり濃かったです。で、浅漬けも美味しかったし、あのね、マグロのユッケはね、本当に美味しかったです。それではいつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、コメントなどいただけたら嬉しいです。それではバイバイ。ちゃこでした。